イルチンは酸化ストレスを改善してくれるので、結果的にアミノ酸がうまく使えるようになれば、筋肉トーク。はい、こんにちは、筋肉系 YouTuber の山沢です。今日はプロテインと一緒に飲むだけで筋肉がつきやすくなる成分イールチンについて筋肉トークしていきたいと思います。このイールチンと聞いて何ぞやと思う方もいらっしゃると思いますし、もうすでにあれ、どこかで目にしたことがあるなとか、コンビニに売ってるプロテインバーとかプロテインドリンクの中にイールチンって書いてあるものあるんで、皆さんもうね、多分食べたり飲んだりね、トレーニーの方してるんじゃないかなと思うんですけども、このイールチンという素晴らしい成分が何かと説明できる方一人もいないと思うんで、このイールチン素晴らしい成分で、しかもコンビニで簡単に摂取できるので、ぜひ最後まで見てください。というわけで本日の動画はこちら、イールチンとは、そしてイールチンの驚くべき効果とは、イールチンとはどのように摂取すればいいのかというと、主にこの3部でお届けしてまいります。まずイールチンとは何かというと、酵素処理ルチンのことです。スーパーポリフェノールとも呼ばれてますけども、ルチンっていうのはそばとかアスパラガスとかに入ってるんですけども、ちなみにこれは体内で全然利用できなくて、このルチンを酵素処理することで抗酸化力を保ちながら体内への吸収率を劇的に向上させたもので、森永製菓が筋肥大に関して特許を取得した成分になります。このイールチンがプロテインと一緒に飲むことでなぜ筋肥大にいいかというと、そもそも筋肉がでかくなる、肥大するっていうのは、皆さんプロテインとか肉とか食べるじゃないですか。そうすると体内でアミノ酸に分解されます、タンパク質は。そのアミノ酸とかがいわゆる筋肉にこう、くっついていくような状態が筋肥大、いわゆるつけばつくほどこうでかくなるわけなんですけど、それはまあイメージです。ただし筋トレを行うと酸化ストレスが発生するので、この酸化ストレスっていうのはアミノ酸にダメージを与えちゃうんですね。だからうまくアミノ酸が利用できにくくなるんですけども、イールチンは酸化ストレスを改善してくれるので、アミノ酸がダメージを受けにくくなるんですね。だから結果的にアミノ酸がうまく使えるようになれば、効率的に筋肥大が可能になるという、そういった成分。だからプロテインとイールチン一緒に摂るとうまくアミノ酸を使えるんで、筋肥大効率とても良くなりますよね。ではこのイールチンがどれくらいすごいのかと、いろいろ実験が行われてるんで、次に参りましょう。イールチンの驚くべき効果とは、プロテインしか飲まない場合とプロテインプラスイールチンを取った場合でどれぐらい差が出るかという実験が行われたんですけども、一つ目の実験見ていきましょう。アメリカンフットボール部に所属する男子大学生39名を対象に、イールチンを 42mg 含むホエイプロテインを週6回4ヶ月間摂取してもらい、体重および体組成、酸化ストレス度測定を測定しましたところ、イールチンとプロテインを摂取したグループはプロテインしか摂取しなかったグループと比べて 675g 筋肉量が増加したという結果が出ています。しかもこれ全身じゃなくて下半身で測定してますから、 675g 4ヶ月間で差が出たってかなりすごいんですよ。赤身のステーキ675g がこの太ももとかについたらある、めちゃめちゃ差あるじゃないですか。しかもそれが4ヶ月なんで、1年って考えた時にひょっとしたらもっと差がつくかもしれませんから、かなりでかい。もう一つ実験見ていきましょう。このイールチンにはタンパク質の吸収促進作用があるのではないかという研究もあって、健康な男子大学生10名を対象にイールチンとホエイプロテインを同時に摂取してもらい、タンパク質、アミノ酸の消化吸収に及ぼす影響を検証しました。その結果、イールチンプラスホエイプロテイン群はプロテインしか飲まなかった群と比べ、摂取後60分後における血中層タンパク構成アミノ酸 TAA といいます、 EA とか BCA とか全部含むものを TAA、 これが統計的優位に上昇、また必須アミノ酸 EAA、BCAA 濃度は高い値を示す傾向が見られました。要するに、ただプロテインとイールチン一緒に取っただけで血中のアミノ酸濃度が高くなるわけですから、取るだけでお得だと。これもう一個だけ、これはマウスの実験なんですけども、ただプロテインとイールチンを
取るだけで、これ筋トレしなくても 9% もより筋肥大したっていう実験結果があります。冒頭でもお話ししましたけど、やっぱり酸化ストレスをこの E ルチンが抑制してくれることでアミノ酸うまく使えるようになるって考えると、ただプロテイン飲むだけでもう E ルチンと一緒に取った方が合成力が高くなるっていうのはなんとなく納得いきますよね。あ、でもここまで聞いてくださった皆さんは、もう E ルチン取ろうって思った方いらっしゃると思うんですけども、これサプリとかはないんですね。ただ今回なんで紹介したかっていうと、皆さんもうコンビニ行ってください。コンビニでプロテインバーとかプロテインドリンクあるじゃないですか。いいルチンって書いてあるのも探してください。ありますから。もう多分飲んでる方いらっしゃると思うんで、普通に美味しいし、僕もねコンビニ行ったら、コンビニでプロテインバーというかプロテインドリンク買うときはもうね、それついてるのしか買わないようにしてるんですけども、でやはりプロテインっていうのも、もう質を求める時代、そして吸収率とかを求める時代になってきてますから、同じねタンパク質 15g って書いてある商品よりも、やはりそこに付加価値があるもの、吸収率を高めてくれるものを取った方がよりいいですから、でもちろんそれで美味しければもうそれを選ぶしかないかなということで、今回紹介したイールチンのね製品ぜひ試してみてください。でもちろんコンビニだけじゃなくてドラッグストアとかね、そういったところでも手に入りますから、もう早速ねプロテイン買おうとかそういう方は今すぐ見つけに行ってください。はい、といった感じで今日はイールチンについてお話ししました。今日みたいな筋肉トーク好きな方、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、ハードに筋トレしてプロテイン飲んでイールチン一緒に取ってね、効率的な筋肥大に目指してください。また次の動画でお会いしましょう。では